姫川第二ダムは、長野県北安住郡白馬村、一級河川、姫川水系姫川に建設されたダム。高さ15メートルに満たない、重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、姫川第二発電所に送水し、最大14,400キロワットの電力を、発生する。明治時代に設立され、 安住野を中心に勢力を拡大してきた電力会社安住電機は姫川の急流差に着目し水力発電所の建設を推進。1935年に姫川第二発電所及び姫川第二ダムを完成させた。最大出力は完成当時1 2 5 6 0ットであったが、1940年に水路を 増設し1 3 2 8 0ットに増加している。その後、第二次世界大戦を控え、日本の多くの発電所が日本発送電に管理を移行。そんな中、姫川第二発電所は、周辺地域の電力需要を単独で受け持っていたという特色から、例外的に中部配電へと管理を移行した。戦後は中部電力が継承し、 1984年の増強により最大出力を現在の1 4 4 0 0ットとした。なお、同社は姫川第二発電所の下流に姫川第三発電所の建設を計画し、1955年に完成させている。完成当初のダム湖は上流約800メートルの水神宮橋付近まであり、湖面は 0.19平方キロメートルと中高湖より大きかった。しかし、姫川は上流域に北アルプス等の侵食の盛んな山岳部があるため、土砂の流下量が多く、ダムの完成からわずかな期間で、ダム庫は土砂の堆積により河川の氾濫源のようになり、淡水能力は失われた。 薄砂の勢いは凄まじく 2.6km 上流の当時国鉄大井都線松川鉄橋付近では10年間に 3.2m の急激な川床上昇を起こしたとされ、1946年、1953年、1959年などに日向川や松川で相次いで破堤や氾濫を起こし甚大な被害を与えた。逆に土砂流下が減少した下流部では、 下流 4km 以上の区間で川床低下を起こした。国道148号、道の駅小谷から松本市方面に向かって進み、小谷温泉口交差点を右折。姫川第三ダム湖に架か,かる姫川橋を渡ると、JR 大糸線、中土駅がある。この付近に、姫川第二発電所がある。取水元の姫川第二ダムは、 国道148号を南下し、白馬大池駅を過ぎて間もなく、左側に姫川第二ダムへと繋がる道がある。姫川第二ダムのすぐ上流では松川が姫川に合流している。ありがとうございます。